あ、だいぶ良くなったと思いますよね。この間撮った時から3キロぐらい落ちたんですかね。はい、3キロ今前回からですね。2ヶ月ぐらいですね。はい、今は何キロですか。今78です。78、最初から86ぐらい。はい、まあ、すごいですね、はい、ケトジェニックでやってる。はい、基本ケトジェニックダイエットで体重落として。ケトジェニック友達ですもんね。そうですね。賢いからですね、話が合うからですね。ケトジェニックって面白いですよね。そうですね、なんか糖質は意外に必要ないのかもしれませんね。うんうんうん、なんかその辺が話してて面白いからですね。そうですね、まあ、筋肉そんな落ちてないです。落ちないと感じもしますけどね、うん、なんか重量的には上がってるんで。あ、そうですか。私は重量使わないから重量全くあれですけど、うん、体重簡単に落ちないですもんね。落ちないですね。やっぱり優先的にケトン体を使うようになったら、うんうん、糖質は筋肉グリコーゲンの人蓄えられるのかもしれませんね。もしかしたら、ね、そうですね。その辺が分からないですよね。はっきりとは分からないですね。もうそれ実験するしかないからですね、うんうん、ダイエットはしやすいですよね。しやすい、非常にしやすいですね。糖質なしで何でも食べていいって言われてもなかなか食べれないですよね。食べれないです言われてたけど、糖質なしで2000カロリー食べるって相当難しいですよね。あ、難しいですね。基本毎日気にしてないとアンダーカロリーになっちゃうんで、1600とか。みんなケトジェニックやらないのはやっぱ筋肉落ちるのを怖がってなんですけどね、うんうんうん、まあ一緒にやってくれる人がいてよかったですよ。こちらもそうですね、腹筋もだいぶ出てきて、前の動画とだいぶ違うと思いますけどね、うん、まあ肩とかもねついてきましたよね。ラブイートになるとね、ちょっと手を下ろしたらどうですかね。手を下ろす、肩幅があるからですね。背中も落ち着いた感じですけどね、まあ、本当にだいぶ変わった感じですね。まあ、楽しみですね。これからどうするんですか。ちょっとこれからもう少し続けて75とかまで落としてみたいなっていうのはあります。そうですね、落とすべきだと思いますね。もうちょっと絞ったらもっと良くなりますよね。そうですね、まあ、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。